そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。アナスタシアで地球がつながる。おはようございます、たかしです。ご飯炊いてます。岡山もめちゃくちゃ寒くなってきました。最初に多分あの山に入って何もないところからやっていこうと思って、まず水ですよね。水はもう確保したんで、とりあえずは。あとトイレですよね。トイレはバイオトイレをよくよくは入れようかなと思ってるんですけど、まあそれまではあの穴を掘って、あのレインボーギャザリング、レインボーギャザリングっていう集まりがあるんですけど、レインボーギャザリングではシットピットって呼ばれてるやつですね。もうただ穴掘っただけの、穴を掘って、まあ、そこに用を足して、まあ、ちょっと土とか灰をかぶせてっていうシステムのやつで、とりあえず行こうかなと思ってますね。はい、当面はでもね、僕一人なんで、家が建つまではあのアナスタシア方式で行こうかなと思ってますね。アナスタシアの本に書いてあるみたいに、もうその時その時であの小さな穴を掘って、まあ、そこでしてた方があの効率的かなとは今は思ってます。紙とかも、まあ、必要ないじゃないんで、あのインド方式ですね。水と自らの指で、はい、インド方式で行きます。これが一番エコですよね、考えたら。はい、でも僕ね、もう前々からトイレのインド方式もそうですし、あの手花とかもめっちゃエコだなと昔から思ってるんですけど、あの僕その、一番最初家具職人から社会人スタートしたんで、でそれからずっと職人系で来たんですけど、やっぱりその若い頃にその上の職人さんとか見てて、あのね、手花がねめっちゃかっこいいんですよね。手花ってその要はティッシュとか紙使わずに、もう手でピッてフンッとやって、もう鼻をピッてやるやつですね。はい、でこれがねやり慣れてる職人さんとかもめっちゃかっこいいんですよね。ちょっと憧れるところはその技とかじゃなくて、手花に憧れるってちょっと間違ってるのかもしれないですけど、でもねもうめちゃくちゃかっこよくて、でまあ考えたらもうめっちゃエコじゃないですか。もう紙も使わない、ティッシュとかね、すごい無駄遣いだと思うんですよ。もうすごい文化だなと思って、でその若い頃僕練習しましたね。あの手花の練習をしましたね。どうやったらかっこよく、最初下手だとつくんですよ、自分の手とかあのこの辺とかにもうめっちゃ汚いじゃないですか。で結局そのティッシュとかで拭くことになるんでこれはダメなんで、めっちゃ練習しましたね。今はもうめっちゃもうシュッとできるんですけどそれがかっこいいと感じられるかどうかはまあ人それぞれなんですけどね。はい、ということでエコで行こうと思います。手花とこのインド式ですね、あのしばらくは。まあ、そのお客さんとか、まあ、友達とか遊びに来てくれた時のことを考えると、やっぱり文明の、あの一般的なシステムは用意しとかなきゃなとは思うんですけど、やっぱり自分たちはなるべく自分たちでやる分には、やっぱりなるべくエコな方向には、自然に負担のかからない方向に寄せていきたいなっていう思いはすごくありますよね。はい、昨日タンカンとかあのブロックとか買ってきたんですけど、基礎ももうブロックの上に置くだけみたいな感じにして、セメント関係全然持ってきてないんで、それはもう次回来た時に固めようかなと、とりあえず立てちゃってと思ってます。でその道の整備なんですけど、ユンボの免許取ってユンボ借りるかして、ユンボで設置しようかなと思います。ちょっとね手でやってたら全然間に合わないんで、でなんか2日講習受ければ、1万7000円だったかな、1万7000円の2日間の講習を受ければ、一応ユンボは乗れるようになるみたいなので、手続き上はということですね。実際にその乗れるかどうかは自分の経験次第だと思うんですけど、とにかく、次奈良に帰った時にユンボの資格を取っといて、で、まあ、こっち帰ってきてリースして整地しようかなっていう感じですね。はい、あできたかな。で、とりあえずだからあれですね、とりあえずの家をあの単管で組んでパパッと建てていきたいと思います。まあ1週間ぐらいでなんとかなればいいかなっていう感じですね、今のところは。はい、じゃあ今日も頑張ります